今回は利子所所得得とと配当所得の論点についいいてお話ししたいと思いますこれから10種類の所得について学習していきますがそれぞれの論点ではまずどのような手段でお金を稼ぐとその所得に該当するのかということと所得の計算式それからどのように課税されるのかという3点を 必ず抑えるようにしてくださいそれではまずは利子所得についてですはじめにどのような手段でお金を稼ぐと利子所得になるのかと言いますと誰かにお金を貸して利子を受け取った場合が該当します現段階では銀行で利子をもらうと利子所得になると思ってくださいただし友人や親族などにお金を貸して利子を受け取ったとしても 利子所得にはならなくておいおい学習する雑所得という区分で課税されますなので利子所得は金融機関から受け取った利子というイメージです利子所得の金額は収入から必要経費を引いて求めることができますがお金を預けるために特別な経費がかかることはありませんので利子所得の場合収入金額がそのまま所得の金額になります 次は利子所得の課税方法について所得税の体系図で確認しますと利子所得は一番左上にあって源泉分離課税とされていることがわかりますつまり金融機関が税金分を転引きして利息を支払っていて預金者から預かった税金を代わりに納税していますから利息を受け取った人が税金を納める必要はありません 次は配当所得について配当所得には株式投資をして配当金を受け取った時の儲けなどが当てはまります所得の金額は収入から必要経費を引いて求めることができますが受け取った配当金などの金額が収入金額になって基本的にはこれがそのまま所得の金額になりますただし 借金をして株式などを買っている場合はその借金にかかる利子は配当金などを受け取るための必要経費であると考えられますから配当所得の金額は収入金額から株式などを取得するための借入金の利子を引いたものとなります次は配当所得の課税方法について所得税の体系図で確認しますと 配当所得は他の所得と合算して総所得金額になっていますから総合課税されることが分かりますただ配当所得は原則として総合課税されますが特別に申告分離課税を選択したり申告扶養制度を利用することもできます申告分離課税を選択すると他の所得と混ぜられずに別枠で課税されますまた 申告扶養制度を利用すると税金が源泉徴収されて所得がなかったことになりますつまり配当所得は3つの課税方法から一番有利なものを選ぶことができますではどのように課税方法を選べばいいのかということを簡単に説明したいと思います。まず総合課税を選択すると 他の所得と合算して超過累進税率が適用されますそうすると他の所得の金額が少なければ、最低で所得税と住民税が合わせて15%かかりますが、他の所得の金額が多ければ、最高で55%かかりますなので、他の所得が多ければ申告不要制度を利用すると 定率20%の税金が徴収されて課税関係が終了しますから便利でお得ですまたこの時申告不要制度を利用せずに申告分離課税を選択する方法もあります申告分離課税を選択すると申告不要制度を利用した時と比べて税率は同じでわざわざ確定申告をする手間がありますが 株式を売って損した金額と損益通算をすることができます。なので、例えば株を売って10万円損して配当金を10万円受け取った場合、申告不要制度を利用すれば配当金に20%の税金がかかりますが、申告分離課税を選択すると株の損と配当の利益が通算されて配当の利益がゼロになりますから、 税金はかからないという仕組みです損益通算につきましてはまたおいおい詳しく説明したいと思いますそれでは今回はここで終わりますありがとうございました